どうも、生態師のアキレス。本日も動画からやっていきたいと思います。本日はですね、食べ物のこと、食べ物の消化時間についてちょっとお話ししようかなと思います。まあ、前回ですね、朝飯食うなっていう動画を上げさせていただいてですね、まあ、食べ物のことについてですね、ちゃんと話してないなっていうところがあったんで、そこを話そうかなと思います。で、まあ、それ何を話すのかっていうのなんですけど、食事、そもそも食べ物ってどれぐらいで消化されるのかってあなたはご存知ですか？なんとなく分かってると思うんですね。食べて 2,3 時間後にはこう吸収されるとか消化されるとかいろいろ分かるところもあると思うんですけども、でもこう具体的にですね、どういったものがどれだけの時間であるのかっていうことはあなたたくさんご存知ないのかなと思うので、それについてちょっとお話しさせてもらおうと思います。ではまず食べ物のことについて言っていきたいんですけど、消化の早い食べ物から順番に言っていきたいと思います。まず果物、果物に関しては早くて30分、1時間以内には消化されます。そうって結構便利な食べ物なんですよね。そもそもエネルギーになる果糖というものも入ってるし、果物そもそもにこの酵素が入ってたりとか、あとポリフェノールとかね、そういったものも入っていて、まあそもそも代謝を上げるためにはものすごいいい食べ物であると。なのでこの果物っていうのはですね、消化も良くて元気も出るし、あと美容にもいいよねっていうところで、すごいいい食べ物なのかなと思ってます。これが果物、これが大体30分ぐらいですね。次、炭水化物ですね。ご飯とか麺類とかそういったものですね。炭水化物って消化するのにちょっと時間かかったりするんですよね。だから大体 2,3 時間ぐらいは見ていただいた方がいいですね。でも小麦に関してはもう少し見た方がいいと僕個人的には思ってて、まあ、なんでかって言ったら小麦って消化しづらい食べ物なんですよね。あなたね、お好み焼きとかホットケーキ作ったことありますか？で、あれって洗い物するときに最後なんかネバネバーってするでしょ。小麦ってね、水を含んだ瞬間グルテンというものがですね、こう働いてネバネバするんですよ。つまり粘着力が高まり消化されづらくなるわけですから、E とか腸に入った時に消化しづらいものになるんですね。だからこそ僕は 2,3 時間っていうよりも本当4時間5時間ぐらいかかるんじゃないのか、もうちょっとかかるんじゃないのかなって思ってます。それは小麦によるグルテンの働きですね。まあ消化に負担をかけるっていうのもこのグルテンの要素が大きいじゃないのかなと思ってます。ですので大体2時間から4時間ぐらい見ていただくのがいいのかなと思います。炭水化物は2時間から4時間です。次、タンパク質、肉とかお魚ですね。こういったものっていうのは大体3時間以上、長くて半日ぐらいかかると言われています。肉とか魚っていうのはそもそもやっぱ消化しづらい食べ物なんですね。だから晩ご飯にステーキとか焼肉とか食べるっていうのはですね、実はとても体にとって負担のかかる要素なんですよ。で、食べ過ぎた食べ過ぎてないとかそういう話じゃなくて、そもそも肉とか魚を摂ること自体がやっぱり消化に負担のかかりやすいものになるんですね。まあ消化の負担というか消化に時間のかかるものです。大体これが3時間以上、長くて半日ぐらいかかると言われてます。特に脂肪の多い食べ物、これに関しては半日はかかってくると思ってください。こう脂の乗った牛肉とかね、脂の乗ったお魚とか、こういったものっていうのはですね、やはり消化に時間がかかるんですね。特に脂肪が消化しづらいんですよ。だから消化がしづらくなるっていう意味でやっぱりそれぐらいの時間がかかってくるわけですね。っていうことはですよ、やっぱりね、夜に焼肉とか食いに行くっていうのはやっぱり体にとってものすごい負担がかかることなんですよね。ってことは体に負担がかかるってことはですね、内臓にも負担がかかるっていうことですから、内臓が疲労しやすくなり、そしてアトピーの症状を強める結果になってしまうわけですよね。だからこそこの食べ物のバランスっていうのも少し考えながら食べた方がいいですよね。夜はだいたい7時とか8時、まあ寝る3時間4時間前には食べてしまうとかね、ちょっと食べ過ぎたっていうんだったら寝る時間を遅くするとか、こういうふうにですね、何かちょっと変えていただいた方がいいと思います。ちょっとね、アレンジを加え、まあこうやってですね、食べ物っていうのはどれぐらいで消化時間がかかってくるのかっていうのが分かれば、どういうふうにアレンジしていけばいいのかっていうのはあなた自身で考えるのできると思うので、まずはですね、食べ物の消化時間っていうのはこういったことがあるんだぞってことをお話しさせていただきました。で、さらにですね、朝ごはん食わなかったら体にとっていいんだぞっていうことはですね、まあその代謝の時間の関係っていうのもあるんですけども、実はですね、ちゃんと他にも理由があるっていうことになるんですね。なのでそれをですね、次回以降もお話していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。というところで本日はですね、食べ物の消化時間についてお話をさせていただきました。本日の内容を詳しく聞きたい方はですね、下のホームページにリンク貼っておきますので、いつでもご連絡ご相談いただければなと思います。あとチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。はい、では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。